あれ？
なんでもう1体のキャノンに当たらないのだ。このタコっぽい敵は火星人みたいでいいですね。うん、実に宇宙っぽい。こういうの好きですよ私は。ちょい倍速します。ここはあのパターンかな、張り避けていく系かなと思っていましたが違いましたね。あ、M がある。野生の M ですね。これ、ボタンの押し加減がめちゃくちゃシビアです。おー危ねー。今のは針に当たったと思った。M スペースメットール。攻撃当てづら。針が上下にある状況で、ふらふらと飛んでこられると迷惑です。こっちは針に当たるかもしれないとヒヤヒヤしているんだから。ふん、これで針裏は抜けましたかね。一安心ですな。ふう、まだまだ針地獄は続いているみたいですね。ここはダメージ覚悟で突っ込みましょう。ふう、いらぬ覚悟でしたね。なんだこのメカは。当たり判定が小さくて面倒くさいぞ。よし。あぶえー。落ちかけた。こいつら、こちらに向かってくる敵に囲まれるとノーダッチ。明治で突破は難しいですね。やばい。ここは逃げるんだよー。あんなのに囲まれちゃ体力がいくらあっても足りません。ここは、殺意を感じる。下から出てくる餌っぽいのに当たらないようにしなければ、イカに当たって即、ダーイ。ですからね。よし。検知体突破。かな。このダチョウ厄介ですね。非常に邪魔です。よし。セーブカット。ここまで一回もチューンチューンせずに来れましたよ。スターモンスター。今すぐ落としてやるぜ。あれ？効かないじゃないか。重力に逆らってきますね。まあ、体力少なかったですし。次こそカーツ。スターマンリベンジ。多分こいつの武器はリーフシール。人と同じ系統ですよね。あまり使い勝手がいいか。今星に当たった気がするんですが。もしかしてアンチ発見したかも。星に追い詰められてもノーダメージで攻撃を回避できますよこれ。イージーゲームじゃない。あ、もう完璧に見切ったので倍速しますね。負ける様子がなーい。もう弱すぎ打ち年矢じゃないですか。スターマンは簡単ですね。さて、次はジェイロマンに行きましょうかね。今度こそグラビティが効くんじゃないかな。ジェイロだし。上から重力かかったら落ちそうだし。なので喋ることがない。さて、ゴリラを華麗にかわして。ゴリ押しをしてはいけない。ゴリラだけに。さて、先ほどやられたゴリラまで戻ってきました。ゴリ押しをせずにしっかりと処理をしてっと。あれ？さっきは段差を乗り越えてきたのに。
今回は全然乗り込んできませんでしたね。この棘が下についていて落下してくる敵は、絶対地面が壊れるギミックがあるじゃないですか。ふう、油断していました。先ほどのところまで倍速です。経過。ここまで来たら一応取っておきましょう。死なばもろともです。それでは K のところまで倍速しましょうかね。ふう、ちゃんと K が取れてる。キュンキュンしたら取得できないって仕様だったら面倒でしたね。下か強制スクロール。しかも即死機。通るルートを間違えたらダメっぽいですね、ここは。この間に合うか微妙な距離。スライディング。危なかったー。苦手な強制スクロールもなんとか突破です。足場が固定ですね。ギリゲンかな？ほい。よし、固定足場ゾーンを超えることができましたね。ここはやられ無敵を利用して先に進みましょう。ふう、やっとボス部屋に着きました。セーブカット。さて、チェイロにグラギテは効くかな？チェイロマンスター。お、効くじゃない？やはり私の推理は当たっていましたね。グラギテで起きてしまえ。あれ？一回分足りない。どうしよう。はぁ、欠点武器がないと。悪天武器がなくなると一気に弱気になってしまう。今回は相手の無敵時間をちゃんと見て武器を使わないと様子見です。プロペラは避ける。そう、前作のドリルマンのような挙動をしているくせに強いじゃないか。あぶねー。超ギリでした。最後は連打せずにしっかり敵の無敵が終わってから弱点を当てれました。さて、次はチャージマンに行ってみましょう。チェイロカスターが弱点であると睨んでおります。まあ、列車の格好していたからね。こんな感じのステージになりますよね。弱点移動が長いので倍速します。こいつ。また厄介な熱湯が出てきましたね。いいじゃない、いちいちロックバスターを弾かなくてもいいじゃない。ちょうど真ん中が空いていたからくぐれると思って。よし、超体力回復美味しいです。おお、大体力回復美味しいです。潜入ですね。この鶏は、無限にひよこを量産してきますね。ピンチの時に割と使えるかもしれません。うお、ひよこは跳ねるのかい？ちょっとびっくりしましたよ。それにしても鶏が多いな。動物を運んでいる貨物列車なのかな？ネズミも湧いてるし。ていうかそれ中間じゃね？ロックマンエグゼで見た気がします。ふう、中トンにもしっかりと対応しますよ。順調ですな。全然キュンキュンしませんね。あ、だこれジャンプじゃ届かないな。そい、なんか拉致的なのあったっけ。おお、あるじゃない、カモンコイル。裏切り者め、なんだ今作のラッシュはユダか？コイルはユダなのでジェットを使いましょう。さすがジェット。安定していますね。はじめからジェットにしていれば。ここはちゃんと処理です。ゴリラにゴリ押しをしてろくなことになりませんでしたからね。一体いつになればメットールの 3A を避けられるようになるのやら。スライディングか？新たなダム飛ばし機ですね。まあ、ちゃっと。ダメージでか。ちょっとネットールさん、
出てくるときは段差にしてください。おなしゃす。なぜ自ら当たりに行くのか。割と謎ですね。おお、ボス部屋とゴミラじゃないか。無敵で。よし、セーブカット。チャージマンスター。こやつ。いっぱいレコードを聞かせてやるわ。さて、欠点確認をしましょうかね。チェイロは効きませんね。グラビテス。いやー、上から降ってくる火の玉が厄介ですな。避けられる位置に立っていると思っているのですが、全然攻撃に当たってしまいます。このチャージマン、今私が所有している武器では弱点をつけないみたいです。ロックバスターでの戦闘になってしまいました。推理が外れてしまいました。チェイロいけると思ったんですけどねー。この歩いて接近してくるのやめ。ジャンプにまでフォーミングしてくるんじゃねえ。避けられないよ。勢いよく突っ込んできてくれないと。よいしょー。もっと苦戦するかと思いましたが、4戦目で攻略できました。さて、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。